着物というのが見つかっている。で、この装輪の破片というのが、装輪というのがですね、実は唐にしか使われない、ものなんですね。ですので、これいうのが落ちているということは、今回発掘している部分というのは、唐なんだということが、言えるんじゃないかと、考えられます。で、他にも、出ているもので言うと、ちょっとたまたま完全な形で見つかったんですけれども、非常に長い、錆びて、なんだこの棒はと思うかもしれませんけれども、これは鉄釘です。おそらく瓦止めをした鉄釘なんですけれども、通常の瓦止めする鉄釘は多分これの半分くらいですね。こんだけ長いということは、おそらく鬼瓦を、止めてた、鉄釘なんだろうというふうに考えられます。で、軒丸瓦、軒平瓦、それぞれですね、ちょっと穴の開いてないのもありますけれども、瓦止めの穴が開いてるもの。こういうやつですね。軒平瓦もこう瓦止めの穴が開いてるですね。こういうものが、見つかっております。ちょっと模様の部分は少ないんですけれども、こういうものが見つかっております。ではですね、ちょっと現地内容にしていただきたいなと思います。それではちょっと現場。それでですね、発掘調査の結果ですね、基壇と呼ばれている建物の基礎部分を、確認しました。で、こちらは、西側に当たるところの、調査区なんですけれども西側の端っこがどこになるかというと、実はこの赤列の部分ですね、ここが、西側の端っこになります。で、手前に大きな石があってですね、2個並んでいますけれども、この間っていうのが、建物の軒先がですね、ずっと伸びてきてですね、そこに雨水が落ちるようになる、雨落ち溝この時怒らなかったという溝になっている。これ先は職人した時に、そういった構造になっております。これほっとうな。で、こちら側が、本当は西の端っこになるんですけれども、もう一段高い位置に、高い段に行く。並んだ状態で見つかっております。で、他の、調査庫を見るとですね、この、石の列っていうのが、他の、北と東と、南の、調査庫では1列しかないんですね。で、おそらくですね、この地形を見るとですね、西側に向かってですね、土地が開けている状態ですので、この、建物というのは西向きに、建てられているんだ。で、西側だけですね、見栄え良くするために一段分増やしてですね、建物が立派に見えるように基壇を一段増やしてですね、二重の、基壇を、西側の部分だけ作っていたということになります。で、西側の方からおそらく出入りしたんだと思いますけれども、ちょうどこの調査区の延長線上の、ところを、ちょっと見ていただくとですね、そこの部分だけですね、ちょっと崖というか、スロープ状に傾斜はだいぶきついんですけれども、そのロープを張っているところ部分だけですね、スロープ状に、ちょっと傾斜はきついですけれども、下っているというのがお分かりになりますでしょうか。おそらくですね、西側向いて作られているということを考えるとね、ここのスロープになっている部分は、パッと見た目ですと、なんかその部分だけこうちょっと土が崩れて流れたような感じに見えるんですけれども、実はここ、ただ単に崩れたのではなくて、元からそういうふうにスロープ状に作ってたんじゃないかなということも考えられます。これは追ってみればわかるんですけれども、今回はちょっとそういう目的ではありませんので、見受けてくもらいたいと、いうふうにしておきたい。これがおそらく一直線上に並ぶですね、建物の柱列になるのかなというふうに思っております。石見えています。おそらく、そこの石に繋がるんじゃないかなと思います。で、南北の方向で行くとですね、こちらに一つ戸籍がありますので、ちょっと調査区に、
引っかかっている状態で、もう一個こちらに礎石がありますけれども、実は建物の柱の並びがですね、この木がちょっと並ばないので、おそらくこんだけ木の根っこが緩んでいるので、大きな建物ではありません。例えば皆さんがイメージする魔法アートでいうと、例えば、法隆寺の五重塔なんか、一辺が、大体12メートルと13メートルくらい、非常に大きな、建物になります。なので、6.9 キロとそんなに大きくないんですね。でしかも、本来であれば、塔という建物は、建物のど真ん中に心柱というんですね。中心に、柱が立っているはずなんです。で、心柱があるとですね、大体その心柱の下には心塔というですね、巨大な石を敷いているはずなんです。で、最初ここもですね、おそらく心柱が、塔心塔があるだろうと思ってですね、調査したんですけれども、調査したところですね、心塔の痕跡というのは、一切、ありませんでした。で、いろいろと、こうじゃないんじゃないかとか、いろんなことを考えたんですけれども、2段目以上、塔の2層目以上ですね、新柱を建てる形式の、塔もあります。で、そこに書いてる、花塔塔といってますね、塔が実はですね、2層目以上に、新柱を建てる塔は塔になります。ちょうど、この辺が、かどうですかね。で、下にこのまま、高まりがですね、大体11メートルぐらい、続きます。で、東の方にも、11メートルぐらい、続きますけれども、ここのですね、この部分でですね、おそらく一段の、外側に、積んでいただであろう、石積みがですね、こちらに残っています。で、よく見ていただくとですね、こちらもちょっと、一段高くして、東側に向かうにつれて、若干これて溝みたいになっているというのが、見えるかなと思いますけれども、でこれをですね、大きさを測ると大体11メートルぐらい、11メートル四方の、木段になります。それとですね、この木段の上にですね、今何か乗せておられるこの、どもりが、してある部分というのがですね、見つかります。見つかったというか元からあったんですけれども、大体、崩れていますので、円形だったか、四角の形だったかっていうのは分からないんですけれども、大体、4メートル四方、あります。で、これが何かというとですね、お寺に大体、存在する建物っていうのが、仏像を祀ってた、本堂っていうのと、あと、塔があるんですね。で塔っていうのは、お釈迦様の骨を納めていた建物。で、本堂っていうのは、お寺の本尊を祀っている建物になります。で、南側の、発掘調査をした部分っていうのが、塔であるということが、分かった以上、こちらというのはですね、おそらく、本堂、仏像を、祀っていた建物になるんじゃないかな、というふうに考えられます。そうするとですね、このどもりって何かというと、いろいろ可能性はあるんですけれども、おそらくですね、仏像を安置していた、その下にある高まり、段、そういうのを趣味段というんですけれども、仏像を安置していた、趣味段が、
実はこれに当たるんじゃないかと、そういう可能性を、現在考えております。座先っていうのがですね、どうも、スロープ状にちょっと降りていくような、道が、ついております。で、今、ちょっと右手に、細い溝状に掘れてるところありますけれども、あの側面見ていただいたら、石垣がありますんで、おそらくあそこ階段になってたんじゃないかなと、いうふうに考えてます。で、そのように考えるとですね、実は、この聖宇寺というのは、非常に、広範囲に、お寺の範囲というのが広がっていくということが考えられます。まあ、少なくとも、あそこ一段下がる、手前までの、平坦なところというのは、この聖宇寺のですね、一部というか、敷地の中に、当たると思いますので実はですね、実態がよく分かってないお寺と言われながらもですね、このように見ていくとですね、聖宇寺というのは非常に、大きなお寺だったと、いうことが考えられます。保護させてもらいます。で、ただこういった、まだ何も手が入ってない部分というのはまた、県の教育委員会とですね、相談してですね、国史跡の白旗城跡というのも非常に近いことですし、今後ですね、聖宇寺という、実態不明と言われながらもこんだけの、大きなお寺というのを、どう取り扱っていくのかというのはまた県の教育委員会とですね、相談しながらですね、考えていきたいなというふうに、思っております。ちょっと簡単